こんばんは、サイおめでとう。本当に良かったね。ありがとう。サイ<あ>おめでとう。おめでとうさん。みんなありがとうございます。長かった、短かったような、長かったような、短かったような、一週間のイベントが終わりまして、今日、昼に、ドキドキしながらショールーム開いちゃった。サイでしたー。イエー こんばんは。みんなありがとう。本当に感謝。感謝しかありません。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、本当にありがとう。<laughs> おめでとう。ありがとう。いや、でも本当に、結構ね、あれやったから、そう、ドキドキ。 ドキドキだったからなんかよかった最後まで3位で終わってこんばんは普段から配信頑張ってる人がランクインするとマジ嬉しい嬉しいそう900にでも900日があの900日記念があったおかげですごい差がつけたらつけられたからそう から、今回がこの毎日アイドルやってきて良かったなって思った。昨日の配信はテンション上がったね。めちゃ上がった。ずっと声高かった。いつもより <laughs> 電話の時の世のお母さんみたいな状態ですね。常に声が。今日はいつもより1日頑張れたよね。確かにこんばんは。嬉しすぎて仕事が手につきませんでした。嘘です。<laughs> こんばんは。なんか、あ、何を落としたか分かんなくなっちゃったあ、そう、思い出した。なんかこの配信、毎日配信を始めた結果が、ショールームイベントなんですよ。2年半前の。2年半前のさ、ショールームイベントでさ、その時はまだそ、そんなに振るわなかったけどさ,さ、あのイベント何のイベントだったか全然覚えてないんだけど、みんな覚えてる 何を取るべくして戦ったのか忘れちゃったんだよね。何だったかな。こんばんは。シリがオスライドルだからこそありがとうございます。こんばんは。で、その2年半前のショールームイベントがきっかけで毎日配信を始めて、で、それを、あのー、 何衣装ルーム、イベントきっかけで、毎日配信を続けてたら、2年半後に3位っていう、なんか結果が出せて、めちゃくちゃ、なんか、ドラマ悪くない <laughs> そう。イベントで始めた毎日配信、毎日配信のおかげでイベントをランクインできるっていう、めっちゃドラマあるなと思った。こんばんは。 グラビアなな気がするねなんかその時も何かのさ雑誌とかのグラビアだった気がする「ミスとガールズコレクション」あーその時も雑誌の掲載だったんだなるほどーサリの実家にお邪魔してるような本当に楽しい配信だった <laughs> でなんか夜の配信昼の配信はあれだったけど 夜の配信の時はいつもママがね隣にいたそうママママのことが好きすぎるこんばんは前回はとにかく眠かったのしか覚えてないいやそうなんだよ全く一緒ですこんばんは皆さんこんばんは 毎日、毎回笑顔で配信できたのがよかった。え、そう、今回、そう、本当に、ありがとうだけを、あの、お互いにやって、かつ、笑顔で、最初から最後までやりたいなって思ってて、ずーっと笑顔でできてよかった。<laughs> ずーっと笑顔でできてよかった。こんばんはー。111本のタワーはエグかった。あ そんなにたってたのねそれはえぐいええぐくないみんなありがとうありがとうございます本当とうに十1 1本でなんかろうそくが3つ立ってるみたいで3位を絶対に取るぞっていうなんか 感じがしていいねこんばんばは頑張ってる子にはファン以外の方も応援に来てくれるってのがよかったあそう本当に昨日は昨日ね最めっちゃね視聴人数が多かったのこのこの辺に出てる視聴人数がなんか他のメンバーと比べることじゃないんだけど他のメンバーに比べてなんかすごい視聴人数がすごく多かったし あとなんか、初訪問ですっていうのがさやの画面には出るんですよ。初訪問の方が来てくださるとコメント欄に。初訪問の方がめっちゃ多かったの、昨日。だからきっと他のファンの方が、そう応援しに来てくれたんだろうなと思って。めちゃくちゃ嬉しかった。順位獲得おめでとうございます。ありがとう累計1000ポイント超え、そう、1000万ポイントね。1000万ポイント、そう。私、 超えておりましてびっくりしました桁が違うと思っていやでも本当に本当にもう感謝をどう伝えたら良いのかって感じ本当にありがとうこんばんは頑張ってる人が報われて本当に良かった全然頑張れてないと思うんですけどねこんばんはでも嬉しいありがとう ちなみに今日はもうお風呂に入っちゃったのですっぴんですあとコンタクト取ってて見えないから画面にずっと近いのお顔 <laughs> お顔近いこんばんはこんばんは でも楽しみだな,なんか、えー、でも本当にそう昨日の最後の配信でもずっと言ってたんだけどマリアちゃんとナナシちゃんに並べたのがすごく嬉しいそうめちゃくちゃ嬉しいこんばんはフォローしましたありがとうございますこんばんは3位おめでとうございますありがとうこんばんは こんばんばは大好きな二人となんかマリアちゃんがあの今日お昼過ぎに連絡をくれたんですけどそうおめでとうって来て <laughs> マリアちゃんのママが私に星投げてくれてたんだって優しいねあったけーよマリアちゃんママありがとう <laughs> こういう時に言うの忍びないんですが、今日誕生日。あらお誕生日おめでとうございますおめでとう。そういえば、マーズさんも応援してくれた。ええー、嬉しいマーズさんありがとう今度はマリアと同じキッチンでコラボ配信できるよね。ねそうマリアちゃんと同じキッチンでね、コラボ配信したい。いやー、本当に嬉しいですね。コラボ配信はとても良かった。あー、嬉しい ありがとうございます。まりあちゃんが誘ってくれて嬉しかった。こんばんは。ミスさんとも連絡取りました。ミスさんにも連絡して、マジで、かマジでっかい感謝送っとくわって、あの、ノリの LINE をしました。こんばんは。こんばんは。まりあちゃん、ななちゃんと3人でご飯行けたりね。うわ、最高、それ。それ最高。こんばんは。 1> 1週間楽しかったな楽しかったですねほんとにそう次は私がミッサーを応援する番こんばんは1週間楽しかったなーって思うけど6月いっぱいいっぱいショールームしてその楽しさをそう持続させようと思ってだからみんないっぱい配信見に来てね6月6月いっぱいなんかいっぱいするわ配信 元気に <laughs> こんばんは今日の配信はね18時半ぐらい違う20時半ぐらいまでやろうかなと思ってますこんばんは <coughs> なんかあの朝余裕がある日とかは朝配信もして夜配信もしてみたいな感じでもういっぱいショールームでいただいた。 愛はショールームで、少しでもお返しできたらなと。昼休みにサリーのショールーム見ながらお弁当食べるのが幸せだった。嬉しい、ありがとう。十一日のお話し会でサリーに思いとどって直接伝える。あ、嬉しい。やったぜ。もうエロガン食トと食べました。コラボ配信多くみたいです。頑張って人を誘います。さあ、苦手なんでね。コラボ配信誘うの。 もう頑張るなんかまたまりえちゃんとこうゆっくりおしゃべりするコラボとかもしたいなこの前バタバタやったからさねなのでこの6月頭にショールームいっぱいあってあいっぱいやったけどみんな「飽きたなんて言わずにまたいっぱい見に来てくださいね。 メガネするとこんな感じでもさ、禁止用のメガネだから目ちゃくなるんだよね実際よりだから嫌なんだ <laughs> YouTube の更新も待ってますえ、そう YouTube の更新ね、これで落ち着くので YouTube ね、めっちゃ鬼,鬼編集頑張ります 今編集中のね動画はあるんですけど全然終わらなくてそう頑張ります朝の「いってらっしゃい」を聞きたい人もいっぱいいると思う確かにみんなに言うぜサリンのサリンの YouTube で撮影の裏側って無理だよねやっぱし YouTube を撮影してる裏側ってこと あ、でも撮れそうだけどね。見たいですかみんな。さや最後の動画一本出来上がるまでの過程とか。見なかったら撮ってみようかな。よいしょ。こんばんはー。あん。<laughs> こんばんは。<laughs> 見て、みんな。 プリン。<laughs> 今日はね。三位のお祝いにね。プリン食べようと思って。メイト。メイトの。プリン買ってきました。これすごいカラメルめっちゃななめってるんだけど。見て。入 <laughs> り口が全然ないように見える。プリン買ってきたんで、みんな。プリン食べる。 あ、イベントで勝ち取ったやつの裏側あ撮影の裏側ってことあのー、ミニさんのあそれはできるか聞いてみるそう撮りたいなーと思ってて聞いてみますマネージャーさんにトメさん可愛いい人ありがとうこんばんはー食べますママはコーヒーゼリー食べます <laughs> ママが持ってきてくれた。 今日一緒にスーパー2階に行ったんだ、うん、こんばんはねなんか形もちょっとなんか富士山みたいじゃない <laughs> 食後のデザートセリンさんおめでとうミニ楽しみにしますありがとうございますミニさんが私が掲載されたミニさんが発売された暁には皆さんたくさんゲットしてあの親戚近所 友人、会社に配ってください <laughs> そんな、半ページしかだけど半ページしか乗らないけどいただきますうまっ <laughs> プリンの味する <laughs> おいしいこんばんは オイラ生チョコクッキーサンド食べますうわぁ美味しそうそっぽ向かれたうんコーヒーゼルうま初見です初見さんこんばんはうん九0三日目イエーイ マリアさささんんんととナナサイカさんの水風景が見れたら最高ですどうだろうマリアちゃんとかナナちゃんと一緒に撮るのかな一緒じゃなかったらあれだけど一緒だったらね撮りたいですねおいしいプリンあのこのプリンなんだろうプッチンプリンみたいなさゼラチンで固めたプリンじゃなくてさ 焼いて固めてあるプリンだからさやの大好きなやつ、うん、こんばんはおいしいおいしいセブンイレブンの牛乳カーテンを買ってきてるから食べるわー最高牛乳カーテンおいしいね はねママが作った牛乳寒天昔すごい好きだった食べたいなまた,今度った、ね、やった <laughs> こんばんはなんかさ牛乳が飲めないんですよ牛乳好きじゃなくてで好きじゃない子に牛乳を食べさせる手段として牛乳寒天めっちゃママが作ってくれてた いかにカルシウムを取らせるかかっていうなんかみかんの缶詰入ってたりとかねえもも缶とか果物入れたりしていかに私に牛乳を摂取させるかっていうね好き嫌いが多かったもんで。 かわい,いありがとう,う今も牛乳は飲めないけどこんばんはでもカフェオレとかは好きだから毎朝カフェオレ飲んでる牛乳めっちゃ多めほぼコーヒー牛乳だろうっていう量の牛乳入れて飲んでる <laughs> こんばんは昔はハウスプリン作ってましたえー、プリン焼いてたってことめっちゃいいねでもママもプリン焼くの好きだよねうちにプリンカップいっぱいあったでさやはそれをいくつかもらって東京の家に持ってったけど一回もプリン焼いてない <laughs> 焼きなさいよっていうね 美味しかった。ごちそうさまでした。そう、ママのおかげでこんな立派な子が育ちました。育て方ですね。違います。そうでーす。違います。そうでーす。いいえ、持って全然焼いてない。こんばんは。片目プリン焼きたいのに。ママの子育て素晴らしいな聞こえたよ。あ、まあ、そこが聞こえてれば問題ないね。 イベントの結果見た瞬間はどういう気持ちだった？えでもなんかほっとしたなんかさ変動なくてそうこんばんはめちゃ嬉しかった結構大騒ぎしてたね、うん、テンション上がってました<え> <laughs> カッパ橋とか業者やんでもカッパ橋めっちゃ楽しいよなんかすごい飲み屋名忘れちゃったけど何百種類も クッキー型がすごいいっぱい置いてある店があってそこ最高やったこんばんはそう思ったより差が離れたんですよそう300万ポイントぐらい差あって昨日のラスト枠始める時は120万ポイント差ぐらいあったのだからやってる間にぐん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 差が開いてたすごいサイリンファのの皆さんの 熱い要因がすすすぎてすごかったですこんばんは昼休みになってすぐにショールームで聞き換みたいにねなんかカウントダウンしちゃったあと2分みたいなあと2分で結果がみたいなねやっちゃいましたこんばんはそう嬉しかった本当になんか私もお昼ご飯食べてたんですよ今日はちょっと早めにご飯食べてたから。 色ご飯食べながらそうニコニコで大騒ぎしちゃった <laughs> そう嬉しかったですこんばんはさあおめでとうありがとうでも嬉しい本当に本当に嬉しいこんばんは なんかこういうイベントでこういうイベントでなんかちゃんと結果残してたのなかなか初めてぐらいの感じなので嬉しかったです昨日最後の枠をまりえちゃんは3時間使い切って最後すぐにマリたまりちゃんなんかさやばいってツイートしてたよね <laughs> そうさやもそれがあの怖かったから 1一個前の配信1分早く切ったもんね <laughs> 1分余裕持って配信やったわパパの反応はどうだったのパパね泣いたって LINE 来たよ終わった瞬間にそう泣,泣いてますって <laughs> こんばんはねえずっと楽しい配信だった ケンさんこんばんは結果気になりすぎて12時前からずっとショールーム開いてみてましたねなんかさいっぱい更新しちゃいませんでしたそろそろかなまだそろそろかなっていっぱい更新しちゃったよね <laughs> え今ここやさんすごいありがとうございます なんだっけウェディングベルダブルタワー。<laughs> すごくないありがとうございます。国曜さん。バトフェスしに行っちゃうのね。行ってらっしゃい。チケンさんこんばんは。えー、すご。イベントも終わってますよいいんですかありがとうございます。国曜さん、ウェディングベル。ありがとうございます。 すげえお祝いもらっちまったぜ。ありがとうございます。こんばんは。いや。でも本当みんなあの。今月は一旦 <laughs>。今月は一旦財布の紐。締めて大丈夫ですよ <laughs>。こんばんは。一旦、今月は財布の紐締めようぜ。 キュッとショールームに関してはねまたどうだろう来月とかになんかあのちっちゃなイベントあるじゃないですかショールーム内のイベント何かがもらえますよみたいなそういうのがある時にまた開いていただければ6月中はもうぎゅんぎゅんにぎゅんぎゅんに財布のひも締めておいてください <laughs>。 <laughs> またなんか何かあったらまた来月ぐらいからでお願いします <laughs> もうこれ以上はみんなが心配でござるこんばんはでも本当にありがとう黒曜さんむちゃかっこよかったです去り方が <laughs> ありがとう嬉しいこんばんはよいしょうん <laughs> 見てこのペットボトルの蓋さえの大好きなぷーちゃんかわいい <laughs> 今週末って世間ではボーナス支給日確か六6月か半年ごとにボーナスだったりする方は確かし確かし確かしこんばんはえでも楽しかったなイベント本当に愛媛遠征で使おうかないやそれめっちゃいいと思う 愛媛の美味しいもん食べてさなんかお土産とかも買ってさいいじゃないですか千日目もあります毎日配信千日目はでも9月ぐらいだからちょっとこう財布休ませままておけます <laughs> みんなきっとお祝いすごいしてくれちゃうかもしれないので9月までじゃあキュッキュッとしておきましょう 千日か千日ってすごいねこんな続くと思わなかったな改めて思うけど腹だえて思うけど,んーどうんと千千とちょっと2ヶ月ぐらい後に3年が来るのか三年。 ショール毎日配信3年目が3周年がすごいな節目節目が今後いっぱいありますねすごいな楽しみだな節目も <laughs> 毎回お祝いしましょうねみんなで1000日目はなんかおっきいケーキ買ってこようかなショートケーキとは言わずでっかいホールケーキどうしようでっかいホールケーキ買っても一人で絶対食べきれないけど <laughs> 一ちっちゃいサイズのホールケーキにしようかな何号ぐらいからあるんだろう分かんないけどう、ね、んまたあまだダメかな通信頑張ってさやの携帯前はスタジオでの毎日配信イベントあったけどもうないのかなどうだろうしたいほしいなさあショールームさんのスタジオまだ一度も行ったことない 3年三年ってすごいよね3年すごすぎそんなに続くとは、まあ、まだ続いてないんですけどまだもうちょい先なんですけど半年ぐらい先なんですけどねサイリンサインおめでとうありがとうございますイェーイこんばんはこんばんはみんなこんばんは 家着いた改めておめでとうあお疲れ様お帰りなさいあ見れてるよかった千日のケーキは時間ありそうなら作っちゃえばおお。確かにケーキケーキってさえ作ったことないけどなケーキ作ったことない こんばんはーケーキありだね何ケーキにしようタルトとか食べたいなレムザタルトっか <laughs> めっちゃお金かかりそういろんなフルーツ買ってきたら千日ぐらいはいいかサインおめでとうありがとうございます本当にありがとうみんな 五号ホールケーキは四号が最初え、何調べてくれたの？優しいね。十二センチ、これぐらい？いいね。かわいいかも。それぐらいなら二日くらいかければ食べきれそう。 スポンジから作れるあの型はあるけどね型はあるけど今持ってる型で作ったらあ何号だろうクソデカケーキできちゃう <laughs> めちゃデカケーキできちゃうな今の持ってる型で型から買おうかな小さめの型からこんばんはね作るならパイとかもいいよねパイ大好き。 でも普通のショートケーキとかの方がさ、作っ手ご、手作りの見応えはいいかな。でも、あれ、な、な、なっぺだっけああいうのできないよ、そや。<laughs> 全然できない。生クリームとチョコ生クリームどっちが好きああ、ま、ドッリ生クリームかな。こんばんは。えー、でも作るならなんか、タルトとかさ、そういうのがいいな。 見た目が豪華になるじゃん果物のせたら,ら多分クリーム絞りとか絶,絶望的に下手くそやと思うから何のケーキが好きなの最近は最近はモンブランとか好きかもテンパー 電波こんばんは電波大丈夫かいこんばんは電波ピンチ電波ピンチ 携帯は暑いのかな。電波。 電波帰ってきてーみんな見えてるかなー重ーい。 なんで。ええー、どうしようかな。戻った。どうだろう。 お来た来ましたかお行いけてそうよーし長長い旅路に出てしまいました <laughs> 携帯がチンチンだったかもしれない電波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 にしとくね <laughs> よかった携帯を冷やした瞬間に動き出した携帯が熱すぎたんかもスキャンさんかわいいなありがとうございますで、多分モンブランの話ぐらいで止まってると思うんですけど最近のマイブームはモンブランですねでも昔からずっとサヤはタルトが好きでそう でね、さっきブルーベリー系のタルトが好きっていうコメントがあったんですけど最ベリーがいっぱい乗ったタルトが大好き美味しいよねこんばんはなんかクランベリーとかさラズベリーとかさブルーベリーとかベリー大好きこんばんはスマホが熱持ちつ 過ぎるると電波の拾いも悪くなるんだね新たな教養を得たこんばんはなんかさ新しいスマホにしてからさ新しいスマホめっちゃ熱くなるんだよねなんでなんか性能が良すぎて逆に携帯熱くなっちゃうのかなショールームがねすごい携帯熱くなる困るー困るーね携帯に頑張ってほしい。 ケーキ屋さんに行ったらモンンブラン買うでもケーキ屋さんによってはなんかお酒使ってる時があってモンブランにそういう時はあお酒の匂いするの嫌やなって思うそうタルトの話中に申し訳ないが今冷やし中華食べてる夏ですね冷やし中華夏だがし強くなったあ本ほんとじゃあ携帯を冷やしたら。 良くなりました良かった治ってでも解決策が分かったからこれから電波ってなった時はあの惚れ剤持ってくればいいね<あ> <laughs> <laughs> 何大騒ぎしてるのこ、うんはこんばんは映ってないよこっち向けたから <laughs> 今って持ち配信ですかそう保冷剤と一緒に携帯持ってるい一番好きなベリーはラズベリーかなんー分かんない最初ルームしてると分かんないの充電されたかどうかでも多分大丈夫だよママが携帯の充電器もさしてくれました至れり尽くせりですイェーイ 実家なので甘やかされてます。そう、とったんばったんを騒ぎしてた今。その <laughs> <laughs> も優しい。お弁当に保冷剤を入れないといけない時期になったね。確かにー。 充電しながらだと携帯そう熱くなるめっちゃ熱くなる外で熱を持った時は小銭で冷やしたことあるあ頭いい金属は熱伝導がいいから頭よしそれは今度外でなったら小銭いっぱい携帯にくっつけよう <laughs> ああ保冷剤が手元にないぜって時ね 前の1個前の携帯の時は1回もなんなかったんだけどこの前この新しいスマホにしてから 13Pro にしてから初めてスマホが高温すぎるので冷えるまで使えませんみたいな表示が出てスマホ高温注意みたいなそう新しい携帯にしてからちょっと重いせいでめちゃくちゃ。 なんか熱持ちまくるよしそうそう手持ち配信から一旦戻れるぜ一円が一番効率熱,熱伝導率がいい確かにアルミだからね <laughs> 夏場はさらに高温に気をつけなきゃそうだからさまあでも そもそもスマホが高温になるぐらいね暑いところにいたら人間もね暑くなっちゃうからねできるだけ涼しいところにいつつってしたいけどスマホが暑くなるときは比較的バッテリーの減りが早くなるああ気にしたことなかったでも確かにそういうあれありそうケースによっては放熱しにくくなる確かに iPhone ね 13Pro です画面が大きいからあでもね私の一個前使ってた点あるとね サイズ一緒なんですよ実は。テン R と十三 Pro サイズ一緒です。一個前のやつはそれが原因で中に水滴ができた。ええー、水滴なんてできんの怖。怖いね。そうしょう電力消費が多いのかもしれない。まあでも四年使ったテン R より。 買ったばっかの13プロの方がバッテリーの減りマジで少なくて最強だけどねそうマジ最強一日中使ってても減らないそう持つ会社支給のスマホが iPhone になったアンドロイド勢なんて取り扱い苦戦中うん確かにアンドロイド慣れてると iPhone って難しいよねでも iPhone 結構直感的に使えるから慣れちゃえば もう,すいすいだと思うあと iPhone のいいところは日本人のユーザーが多いから困ったら調べたら何でも対策出てくるから対処法とかそこはおすすめですね小銭なら水滴できないしいいわね確かに確かにね小銭熱を逃がすっていいね冷やすんじゃなくて熱を逃がすっていうのがちょっとなんか頭いい理系って感じ <laughs> お疲れ様ですこんばんは あと15分ぐらいでねこの配信は今日は終わりにしたいと思っておりますこんばんはわしもアンドロイドから iPhone に変えた時苦戦したそうだよね結構違いますよね <laughs> 他のメンバーとは違って電子機器のお話にはついていけるんだ私結構ね昔から電子機器結構触ってきてるので 人波には語れ,語れますよ。アンドロイドは使ったことないけどこんばんは夏に iPhone ポケットに入れたら熱持ち何分か使えなくなる確かにあのポッケに入ってるとね体の体温もねかかるしあの外,外気温もかかるからすぐ熱くなりそうね人波以上止まるマジ人波以上語れてんのかなこれ。 わからん機械音痴すぎて友達にびっくりされた <laughs> そうまあでもなんだろう昔よりはなんかね調べやすくなったから機械音痴でもどうにかなるってところあると思う自分は配信前に他のアプリを終了させて CPU を落ち着かせる最後消してるはずなんだけど今日確かに今日消すの忘れたかもしれないテレビも一人でセッティングしてたあ,あそう なんかそういうなんかセッティングみたいなやつは全然余裕で一人でできますね w i f i も自分でつなげたしそうテレビもあとうんでレコーダーデ,デッキもつなげれたそうなので意外とできる子 意外とできるやん。っていうね。感じでーす。サイン、サイン読めると、くれて、ごめん、あ、ありがとうございます。こんばんは。そう、三位です。イエーイ。フォローしました。お、ありがとうございます。こんばんは。 最後ね今、ぼちぼち眠くなってきちゃった。<laughs> 夜ご飯の後の威信絶対眠くなっちゃうんだけど、すぐ眠くなっちゃうんだから、全くもう。好きです。ありがとうございます。嬉しいです。昔 Wi-Fi のこと Wi-Fi って読んでました。<laughs> Wi-Fi ってさ、初見で絶対読めないよね。Wi-Fi って読む書き方してないもんね。 めちちゃむず気持わかります晩ごはん食べました夜ごはん何食べようかなーってずっと考えてるオムライス何がいいか決めてって言われてないのに勝手に提案してみちゃったどうオムライスとかオムライス美味しいよ今日お昼オムライス食べた私可愛い,いありがとう お風呂も入ったし、配信終わったらすぐ寝る。え、もう、無敵。今日の私は無敵。じゃあ、オムライス食べます。ほんとオムライスいいよね。大好き、オムライス。オムライスって言えば光るんだね。光るオムライス大好きだから。オムライス。まだ20時なのに眠いの。あ、日は何時に目が覚めるか。<laughs> 21時には寝ないから大丈夫だけどね。 結局寝るの全然23時半とかになると思うから全然あれだけどファンですありがとうオムライス食べたくなってきたねあの食べ物なんてするとさその食べ物食べたくなりますよね今明日ね多分7時とかに起きると思うけど分かんない七時半とかかなチキンライス派ですねとりあえずとりあえずプリン買ってくる最後 <laughs> プリン食べてたから ありがとうございます。ねえ、ひかるのオムライス好きは昔の話になっやつあ、そうなの今、ひかる何が好きなんだろう,と思うの、食べ物。さやの中のひかるもオムライスで止まってたわ。そうなんだ。変わったんだ。さやはずっとママの唐揚げだけどね。一生変わらん。こんばんは。でも今日ママに、昨日、ん一昨日ママに唐揚げの作り方教わった。さやも自分の家で。 どうしても唐揚げ食べたい時に自分で作ろうと思ってこんばんはまだ新しい家で揚げ物一回もしてないけど一年住んで <laughs> こんばんは改めてイベントサインおめでとうありがとう唐揚げってなんであんなに美味しいんだろうね大好き私も唐揚げ美味しいよねママの唐揚げね世界一うまい イベントの貢献ランキング見たらここで見かけない人もいたんだねそうなんです私のね多分私を一押しじゃない方もねたくさん応援してくださってたみたいでマジ感謝ですオムライスはデミグラスソース派です唐揚げと鶏天と同じですかあの衣が違うよね定食屋さんの唐揚げ定食とか最高定食屋さんの唐揚げ定食ってさでっかくってさカリッカリのイメージ レシピを教わっても同じように作るのは難しいそれなんだよ唐揚げとフライドチキンの違いって分かる俺は知らんけどまあそれも衣ですね唐揚げとハンバーグが好きですママの得意料理唐揚げとハンバーグだよ <laughs> ねっハンバーグ取られたハンバーグはなんかさやの方が上手になっちゃったみたいだからママが得意料理から外してたさやに負けたっつって <laughs> でママはね煮込みハンでーすこんばんはなんかサリンが作ったパンにママが作った唐揚げ挟んで食べたでしょ唐揚げパンってあるのかな唐揚げにレモンはかけない派でーす中華屋さんの唐揚げ美味しい中華屋さんってさなんか油の扱いに慣れてるからさ唐揚げとかとっても美味しいよねこんばんはーみんなこんばんはそう 最後は煮込みハンバーグがすごい好きでなんかちっちゃい頃っていうか中学ぐらいの時めっちゃ煮込みハンバーグリクエストしてた気がするねえ、ね、よく作ってもらいました <laughs> 今日は隣にママがいるのでいっぱい話しかけてます <laughs> 煮込みハンバーグ美味しいそうママ今隣にいる隣にいるのにさえの配信見てる <laughs> 本物のここにいるのに配信見てるママだってさや香を見てるとやだっていう正解 <laughs> 唐揚げにレモンかけるのって何かしら意味があるんでしたっけそうなの知らないたださっぱりするとかじゃないの知らない,知らないって <laughs> 唐揚げ唐揚げ好きなママも唐揚げにレモンかけない派でしたでマヨネーズ派でーす最後はマヨネーズ嫌いでーす マジ料理上手なメンバーのカフェ部屋としてねやりたいカフェカフェ復活してー久しぶりにハンバーグ食べたいハンバーグってたまに食べたくなるよねこんばんはハンバーグにゆで卵はのせないかもゆで卵はのせないんじゃない目玉焼きはのせるけど <laughs> <laughs> 母親がが煮込みハンバーグするときは俺が作ったトマトマソース使ってくえめっちゃいいじゃんおしゃ。 おしゃだねうちは何だったっけ煮込む時の簡単にやるときはもうハヤシライスのも,もっと使っちゃうのハヤシライスでした <laughs> あれがうまいハヤシライスのもとで作る煮込みハンバーグとっても美味しいからみんなおすすめでーすママはマヨネーズ大好きだから何にでもマヨネーズかけるけど <laughs> 最後はマヨネーズ嫌いだからすべてのものからマヨネーズを排除してた <laughs> 最近はねなんかマヨネーズ感がちょ減ってたりしたら食べれるんだけど親が作る料理めっちゃ好きだけど結局味が自分好みになるから自分で作る料理が一番好き <laughs> 確かにその改良できるもんねそうそうそうこんばんは。 チーズイハ,ハンバーグにさらにチーズのせて食べるのが好きハンバーグ作る時ひき肉に里芋入れると美味い、えー、おいしいえっ美味しそうふわふわしそうこんばんはこんばんはーだからさやはちっちゃい頃ポテトサラダママが作った時さやだけ マヨネーズ入れる前段階でさやの分だけ取っといてもらってさやはドレッシングかけて食べた今はポテトサラダ食べれるけどあとマヨネーズ使った料理ってあったかな他にもさやが食べるためにマヨネーズ抜いたやつあるこんばんはあ、マカロニサラダもうポテトサラダと同じような作り方なんですけど マカロニサラダもラストマヨネーズを入れる前段階でさやの分だけ取っておいてもらってサワードレッシングかけて食べてたなんならかけないで食べてた時とかあったしこんばんは私もチーズにハンバーグに追いチーズしてるチーズはいくらってもおいしいよねこんばんは初見だ初見さんありがとうお疲れ様ですこんばんはそのまま優しいですよね 他には特にないマヨネーズ混ぜ込むものってそのくらいだもんねそんな感じでしたマカロニそうマカロニそのままでも美味しいそうなんですよそんな感じで残り3分になったのでランキング4で終わりにしようかなやばいシリがしゃべりだす危ない <laughs> あぶなーい。こんばんは。ということで今日もお付き合いいただきましたありがとうございました。今日2回配信みんなお付き合いいただきありがとう。とっても楽しかったです。明日は朝配信ないのでみんな夜配信をお待ちくだされゆっくり起きてね。まあお仕事だからゆっくり起きれない方も多いかもしれないけど。ということでランキング読みます。 十三位、にのにゃん、日のにゃんまるさんありがとうございます。12位、マサトさんありがとうございます。12位、わさっぴさんありがとうございます。10位、ジミヘンさんありがとうございます。9位、バイクトさんありがとうございます。8位、ケンケンさんありがとうございます。7位、ともつさんありがとうございます。六位、かぼちゃ先生ありがとうございます。5位、やすさんありがとうございます。4位、ピアノマンさんありがとうございます。3位、やちさんありがとうございます。二位、とめさんありがとうございます。一そして一位は、国屋さんもういないかもしれないバトフェスしに行っちゃったから。でも、ダブルタワーありがとうございました。イェー 皆さんありがとうございましたまた明日夜配信何時になるかちょっとまた明日の夜に連絡しますということで皆さん今日もお付き合いいただきましてありがとうございましたまた明日そう3位本当に改めましてありがとうございましたとっても嬉しいです撮影可愛く撮ってもらえるように頑張りますではおやすみバイバイ